はいおはようございます心理カウンサラー大山ですいつもお聞きいただきましてありがとうございますいつも自分時間自分時間というのは自分らしさ自分を過ごすということをテーマに毎日配信しております今はですねスタンド FM と YouTube の方で同時収録をしておりますよろしくお願いいたします今日のテーマなんですけれどもえっとですねこの音声配信 に興味を持って始められた方スタンド FM とかいろんなプラットフォームあるんですけれども音声配信というかです、ねまあ、声に注目今ですねクラブハウスっていうのもあってですね音声の SNS とも言われているものがありますのでおそらくですねこれからどんどんですねスタンド FM とかいろんなプラットフォームに流れてくるんじゃないかなと私は予測しております。 なぜならですねクラブハウスはですねあの一般の方というかですね危機線だとですねかなりですねあ面白くないというかですねあんまり言い方悪いですけれども楽しめないんじゃないかなと思います。少しですね、えー 人を集めることができたり人の前でお話をすることが多い方というのはお話がです、ね、盛り上がったり人が集まったりなんですけれども自分で何かをしようかなと一般のです、ね、突然始められた方この招待制なのであんまりないかもしれないんですけど何かつながりがあって始めてると思うんですけどもそれがですね結構何もないと入ってもですねいろんな部屋見て回っても 特にです,、ねえー、することないんですなので,、えーっとですね、クラブハウス疲れというふうになる前にです、ねえー、出てしまうので疲れることともなないいかなと思いますそして、えー、クラブハウスっていうのが流行っていて何に注目されているかというと、まあ、音声ですね音声で何かを伝える声で何かを伝えるということ、えー、そしてですね何、まあ、ていうんですかね価値,価値の出し方今しか聞けないという価値ですね。 アーカイブというかですね記録に残らないものをお話ししている今しか聞けないということでですね昨日もお話ししたと思うんですけれども今を逃したら次は聞けないというふうな形でですね今と,いうふう今ということと音声ということに注目したプラットフォームがクラブハウスなんですね。なのでそこでですね今ということに注目してやっていくんですけどこれがどんどんですね音声に興味を持っている人が今まで 少なかったのがこれで増えてきますそして音声ってに何があるんだろうっていった時にスタンド FM とかヒマラヤとか、えー、他のポッドキャストとかですねいろんなところで配信できるんだという知識が今度ドーンと来てですねどこから始めればいいんだっていうことでスタンド FM 選ばれると思いますなので一旦ですね今スタンド FM の方がスタンド FM で慣れている方がクラブハウスに少し流れているというかです、ね。 いうかですね楽しんでいる状態なのでその間にですね今度はそこのクランブハウスから入った人がスタンド FM に流れてくるというふうな形で私は予測しております。なので今後もですね1月はですね初心者さん向けに放送を何本か撮らせていただいたというかですね朝活はほとんど初心者さん向けで1ヶ月撮りましたのでえっと これからもですね、初心者さん向けの放放送送を含めて放送してしいいきたいと思います。まずですねちょっと前置きが長かったんですけれどももう3分以上経ったんですけどとです、ね、初心者さん向けにお伝えすることっていうのは一つしかなくてまず続けましょうということですねまず続けるというかですね、続けるといっても1週間に1本取って続けると、まあ、1ヶ月4本なんですよね1週間に1本だと。 ちょっとですねあの、まあ、今まで音声の仕事をしているとか他のプラットフォームで音声をやっているという方はですねもしかしたらですね週に1本でいいかもしれないんですけど今後はですねちょっとですねひ頻繁にとといいいいうかですすねね本数を重ねていってっしいなと思いますこれはですねあくまで始められた方始めたばっかりの方ですね。まず1日 1日1本でもすごいんですけど、まあ、2日に1本ぐらいでもいいのでまずはえっ、ー、とですね本ぐらいかなと思いますなのでちょっときりいいとこで100本ぐらいかなと思いますのでまずは100本目標にする結構ブログのブログを書いてる人も分かると思うんですけどまず記事を 100, 100記事書きましょうというです、ね、ことをよく言われていると思います。 なので、ちょっと切りいいので「えー、と何で?」とか「ですね、目的は?」とか抜きにしてまず100本取るということをしていけばいいかなと思います。で生まれてくるものとか改善することもあるんですけどとりあえずですね何も考えずに誰にも聞かれないとか「いいね」が少ないとか。 どこを直したらいいんだとかです、ね、いろいろ考える前にまず第一優先事項として毎日収録するということでですね100本取りましょう、えー、ということですね、えー、そして続けるということ、まあ、100本取ってればですね続ける習慣化というものができてますのでそれでですね大体今後のどこに向かっていくのか自分は音声を通じて何を伝えたいのかというのがどんどん見えてくると思います。 その間にもですね仲間ができて仲間はどのようなふうにどのようなふうにというかですねどんな感じで進めていくのかこれからどこを見ていくのかとかですねいろいろ話し合いながらやっていけると思いますしスタイフの方ではですねコラボ配信などもあってですね話すことがたくさんあると思いますというわけでですねまずは初心者さんに向けてはですねもうちょっと繰り返しになるんですけれども まずは慣れるまでいろんなことを考えると思いますけれども考えずに100本取ってからいろんなことを考え始めましょうということですね。それではですね今日の今日は何日ですか2月14日の朝活です朝活ラジオということで初心者さん向けに配信いたしましたまたですねちょっとですね午後の配信がなくなってしまったので。 また、明日の朝かえっ、ー、とですね。日が変わるぐらいになるかなと思います。夜の配信になりますえ、その時にはですね。もうちょっと違うことを話そうかなと思います。またお会いしましょう。ということで、この辺で失礼します。ありがとうございました。さようなら。